もがみ康は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての武将。山形藩主、もがみよの長男。天正三年山形城主、もがみよし嫡男として生まれる。陽名は義光も用いていた高二レコゾ丸であった、可能性が高い。もがみを継ぐにたる、英いの資質で、心を優しかったと伝わる。天正十四年酒のべじの回復を目指して、 小野寺義満が進行すると、もがみ義満と共に迎え撃ち、初戦は敗退してしまう。その後将内の情勢が悪化し、義満が将内へ向かうと義康が、対おの寺氏の総大将を務めた。義康は奮戦し、また立岡光つる酒のべひでの奮闘もあり小野寺氏を撤退、へ、追いやった。天正十六年、豊臣政を活死され、 翌年母と共に刑に登ったとみられる。文六年間に旧佐賀市所領を父から受け継いだとされる。文六四年父、吉光が豊臣秀治の謀反に加担したとして豊臣秀吉から権威をかけられた際は、謝面を願い、祈祷を行って父を感激させた。また、駒姫を失った母、大崎夫人は、娘の後を追うように亡くなったとされるが、 義安が政務を取る佐賀江城からほど近い、佐賀江小学寺で母大を弔ったという逸話とともに、遺品も伝承されている。この頃父、義光とともに、レンガ会に参加しており、もがみよレンガ開始正月が残っている。秀だ事件で、娘の駒姫を失って、豊臣政権との人的つながりを喪失した義光が、義安を大阪に出資させて、豊臣秀頼に禁じさせた。 ただし、それが記録上確認されるのは、慶長年間に入ってからのことになり、やがて最上下の着難として、修理大部の官と名を受けた。慶長5年、徳川家康による合図性罰に呼応して、山形には家康に組みする諸将が集結するが、7月17日、石田三成が挙兵すると家康は小山に、わずかな兵を残し西へ転身する。これを受けて、 山形の諸将も国元に帰り、伊達政宗もまた、上杉氏と一時的な和議を結ぶ。8月、最上もがみ義光も、義康を人質として、和議を模索するが不調に終わり、9月上杉の侵攻を受ける。上杉軍が山形盆地まで到達すると、父の命令を受けて、いとこの伊達政宗に救援を依頼するため、道の区国北名城に赴き、 ルスマサカゲによる援軍を引き出すことに成功する。援軍を引いて戻った吉康は、関ヶ原の廃砲により撤退する上杉国への追撃戦に参加。上杉勢から射撃を受け窮地に陥った父を救っている。上杉本隊が米沢へ撤退すると庄内攻めの総大将を任され、慶長6年3月までに、上杉領将内の全域を攻略した。 岩病を患っていた父に代わり、下氏や西もない市に対して、軍校を称している。また、父、吉光に代わって、三家の武将に返帰を与えることも行っており、清水康史氏や、野辺沢康馬、下康久が、康史の字を与えられている。同年8月、上杉氏が徳川家康に面会し降伏すると、合図量を受け取りのために四番対六千五百の兵を、 引いて参加した。また、前述のように、慶長6年6月頃から、吉光が、眼病の悪化で政務が行えなくなり、一時的に、吉康が、当主の代行を行っていた、あるいは、権限の一部を、父から譲られた形跡が見られる。慶長では合戦まで、父吉光との仲は良好であったが、吉光の近親里見民部、里見本兵衛と吉康の近親 原八右衛門が、不思議犯を図り双方に残言したことから徐々に、仲が剣悪となった。折り足く、吉安が寺に赴いた際、誤って、股を傷つけたのを里見が、若殿は大殿を恨み、自害しようとしたと吉光に根性したためさらに仲が、悪化した。このことは単純な不思の感情悪化だけではなく、徳川家康が吉光の次男。 最上家地下を近似として召使い、大層気に入っていたため、彼に最上氏を継がせたいと考えたことがあったと言われている。また、家康が有力大名の嫡男に、縁者の娘を嫁がせて、取り込もうとしたのに、東軍法である最上家の吉康にはそうした話が、浮上しなかったのも、こうした考えの裏付けとする見方もある。さらに老いとは家長年確執があった。 伊達正宗と吉康の接近を吉光が警戒し、同じく正宗の動向を警戒していた、家康も、この接近を危険視したからとする説もある。慶長7年、吉光がこのことを徳川家康に語ったところ、家康は本家を不快に思い、そのような子は切腹させるが良いと述べたというが定かではない。しかし慶長7年以降、 旧佐賀市所領も弟、家地下が支配するようになり、安土状が残る。帰国した吉光は、一旦吉康を城に呼び寄せるも、家臣らは彼に、高野さんに退去せよと吉光の言葉を伝えた。吉康が、重臣、浦山玄在衛門らと高野さんへ向かう途中、土井犯罪衛門ら20名余りに、やっと鉄砲追いかけられた。玄在門は即死、義康はへそを打たれ自刃した。 堂々していた佐、佐賀江大江市光栄、佐賀江義満、道広親子も教団に倒れたという、丸岡での狩猟中に上位を称した一団が襲撃したという説もある。また、この襲撃に参加したとされる藤田丹波という、最上化家臣が残した覚書には、慶長7年7月14日の事件であったと、記し、さらに藤田は、翌慶長8年3月の残された吉安派の、 祝清にも加わったとしている。吉光は、吉康の首を見て涙した。彼は、吉康の遺品を調査し、父への部分祈願を記した日記を目にする。吉光は我がこの死を深く悲しみ、家臣、斉藤光則に、本件の調査を命じた。危険を察した、里見民部は山形を去り、加賀前岳に逃れようとしたが、吉光の訴えにより、引き渡された。民部は、 山形へ護送中、山賊に襲撃され死亡した。斎藤光則の手の者による粛清とも考えられる。吉光は、自らの死の前、後継者である、もがみ家近に向かって、自分の死後、即座に、里見一族を粛清せよと、密かに命じていた。この遺言を受けた、家近の粛清により、里見一族の大半は殺害された。一方、 民部の老いにあたる里見元勝は民部に父を殺されたことから一族粛清に加担した。一説によれば、里見、原は豊臣方に通じていたとも言う。義光は義光山常年寺を義康の菩提寺とし、また追善のため仏像を作り手厚く葬った。息子の死後、義光は病がちになったとも伝わっている。ありがとうございます。